皆様こんにちは。私は暴れ祭り2日目に行ってきました。酒たる白山の2基のおみこしが大暴れしながら八坂神社に向けての祭礼です。おみこしは海や川、火の中に投げ込まれたり、地面に叩きつけられたり、おみこしが壊れるほど大暴れいたします。おみこしが大暴れする理由は、八坂神社の祭神である五津天皇、スサノオノミコトの化身とされている荒ぶる神で、京都の祇園社に祀られている神を呼び寄せ、より神様に近づき、神様を喜ばせ慰められる唯一のことだと考えられているからだそうです。暴れ神輿は責任者が紫色、担ぎ手が黄色のたすきをかけます。このたすきは選ばれた男たちだけに許されます。担ぎ手は八坂神社に入り宮するまで神様の存在を周りに知らせ、掛け声をたけたけしく連呼します。キリコはおみこしの後先にお供し、おみこしをお守り、暴れ祭りはキリコ祭りのように主役ではなく、神様であるおみこしが主役です。暴れ尽くし、神に感謝し、神に近づくために、調査調査、私とご一緒に暴れ祭り楽しんでみませんか。どうぞ最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。Thank you.
Ah!
調査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 調